スエイジングケアクイズ。イエーイ。こんにちは、ご案内の中川優子です。本日は大阪市の妙子さんをお越しいただきました。お願いします。よろしくお願いします。緊張してますか？いや、どういう問題なんでしょうね。妙子さんは美に関するお仕事ですよね。うん、まあ、心の美ですね。心の美ですよね、はいはい。さあ、何をされているのか私より言っていただきましょう。フラワーエッセンスっていうのを使って、はい、まあ、心を美しくするお仕事ですね、はい。なんかもうフラワーって聞いただけでね、はい、美しいっていう感じがしますよね。そう、そんな妙子さんに、はい、今日は美のクイズを準備いたしました、はい。難しいと評判なんですが、はい、やる気はどうでしょう？あります。あります。はい、はい、それでは皆さんもちょっとお考えください、はい、一緒に。では早速ですが問題です、はい。化粧品でよく使われる誘導体、お聞きになったことありますか？あります。誘導体って何でしょう？1番電子でね、はいはいはい、電子をひっつけて元の成分を活性化させてパワーアップしたもの、はい。2番、酸素をひっつけて元の成分のパワーを少し落として加工した。難しい。3番、分かってますか？大丈夫ですか？ちょっと何違ったの？何らかの原子をひっつけて、何かの原子をひっつけて元の成分の性質が変わらないように加工したもの。さあ行きましょう。シンキングタイムスタートです。これちょっと分かんないです。これちょっともう一度言ってもらっていいですか？はい、行きます。1番、原子をくっつけて元の成分を活性化させてパワーアップする、うん。2番、酸素をひっつけて、酸素ね、ひっつけて元の成分のパワーを少し落として加工する、はいはい。3番、何らかの原子をまたひっつけて元の成分の性質が変わらないように加工する。いや、わからない。これはもう、これ難しすぎますよね。これわかったらすごいですよね。に送る問題。これは分かったらすごいと思います。これはあれですね、パワーアップさせるのか、少し落として加工するのか、いや、性質が変わらないように加工するのか。いや、これは分からないな。さあどうでしょう？5、待ってください。3、いや、2、1、さあお答えください。2番、酸素を引っ付けて元の成分のパワーを少し落として加工したもの、はい。正解は残念です。3番の何らかの原子を引っ付けて元の成分の性質が変わらないように加工したものということです。これは難しすぎますね。難しいですよ。これはかなりすごいですよね、うん、すごい。やっぱね、あの成分変わらないように加工っていうところがね、味噌なのかなってしか思えない。でもなんでって思うでしょ？もう全然わからない。はい、そんな妙子さんもです。なんでって思うあなたもナーリスエイジングケアアカデミーのサイトに来ていただき、ビタミン C 誘導体で検索をしてみてください。ありがとうございました。頭使いましたね。めちゃめちゃ使いました。はい、それではエイジングケアについてしっかり正しい知識を身につけてくださいね。ナーリスコムエイジングケアクイズでした。妙子さん、ありがとうございました。ありがとうございました。